陸域のおよそ7割が海抜ゼロメートル地帯の江戸川区。ひとたび大規模水害に見舞われると2週間以上浸水が続くと予測されています。地球温暖化の影響による台風の大型化や短時間で降る大雨の増加が心配される今、いざという時に備え広域避難の計画を立てておくことが大切です。こちらは令和元年10月12日静岡県に上陸した台風19号。もしもこれ以上の巨大台風がやってきたら、夫婦と高校生の長男、中学生の長女という4人家族、一戸建てにお住まいのこちらのお宅を例に広域避難の過程を追ってみましょう。大きな台風が来そうだね。河野台の親戚の家に避難した方がいいかもね。いや、この台風の進路だと親戚の家の方も通りそうだから、進路から外れた場所にあるホテルか旅館を探しておこうか。そうね、まず台風の進路がちょうどですね、江戸川区の真上を通過するように通った場合、台風のその進路より東側になりますが、こちらはですね台風の風が強いと言われておりますので、そちら側は避けるようにしていただきたいと思います。できればその台風の進路より西側になりますが、ここがおよそお茶の水の付近になるんですけれども、こちらより西側につきましてはご覧のように高台になっております。さらには土砂災害が起きない場所、そういったところを選んでいただき避難をしていただきたいというふうに思います。ああ、避難の呼びかけだ。今江戸川メールニュースで広域避難の呼びかけメールが来たよ。うん、私も見た。あ、もうホテルは予約しておいたから。こっちは会社の方も気になるから先にホテルに行ってチェックインを済ませておいて。じゃあ車で子供たちと先に行ってるね。早めに準備を整えていたこともあり、妻、長男、長女の3人は渋滞に巻き込まれることもなく避難先のホテルへ。24時間前になりますと皆さん一斉に車で避難してしまうと渋滞を起こして動けなくなる可能性も高くなります。車でなければ移動できないという方がいらっしゃると思いますので、そういった方を優先してですね、徒歩または公共交通機関を利用しての避難をお願いしたいと考えております。着いたよ。子供たちは今ロビーで同級生とスマホで連絡を取るって。みんな呼びかけに従って広域避難をしてるみたいよ。さすがに学校も明日は休校だろうな。うちの会社は明日はリモートワークになったよ。よかった。着替えはこっちに用意しておいたわ。全国で初めてとなる江戸川区大規模水害時自主的広域避難補助金制度では、1人1泊3000円で3泊まで、最大9000円が交付されます。交付の流れはこのようになっています。江東5区において広域避難情報が発令されると、区による補助金の交付を決定し、区のホームページや江戸川メールニュースなどで発表されます。自主的広域避難によりホテルや旅館などに宿泊した場合は、江東5区による避難情報発令の解除後、区ホームページなどで案内する送付先へ補助金の申請に必要な書類を送付してください。後日補助金が振り込まれます。やっぱり広域避難勧告が出たか。そしてついに猛烈な台風が江戸川区に上陸しました。台風の進路上の交通機関は全て止まってるし、停電した地域もあったみたいだけど、どうやら浸水は避けられそうだ。
でも江戸川区の上流で大雨が降ると時間が経ってから浸水する恐れもあるから、まだ油断は禁物よ。やはり気象情報が一番大切で、今回はどういった避難の仕方をですね、情報発信をするかというところはきっちり判断をしていかなければいけないということになります。皆さんに広域避難をしていただくということも一つあります。それに至らないレベルの台風であれば近くの避難所に避難をしていただくということもあります。まずハザードマップを見ていただいて、ご自身のお宅がどうなるかというところを認識した上で、それぞれのお宅の事情がありますので、ハザードマップの中に我が家の広域避難計画も挟み込んでおります。いつからどうするか、避難先もどうするかということを家族の皆様方で考えていただき、避難行動に結びつけていただきたいというふうに考えております。今回は大きな被害が出なくてよかったね。本当ね、命を守ることが第一。今後も早めに避難することにしましょうね。江戸川区水害ハザードマップなどに関するお問い合わせは、防災危機管理課計画係までどうぞ。